長谷部賢人は、日本の人類学者、解剖学者、日本学士院会委員、東京市高島地区出身。富立一中、一校を経て、1906年、東京帝国大学以下大学卒業後、京都帝国大学にて、肉眼解剖学と人類学を専攻。新潟大学専門学校、東北帝国大学教授を経た後、1938年、 東京帝国大学理学部教授就任。人類学に理科学的研究法を導入し、理学部に人類学科を創設する。名古屋しが兵庫県赤市西木海岸で発見した左腰骨の石膏模型を研究し、それを原人の骨と唱え、赤石原人と命名した。 長谷部原人による、地形による河原家の機種分類1、亀型土器、2、壺形河原家、3、深鉢型河原家、4、浅鉢型河原家、5、皿型土器、6、高月、形河原家長谷部は、東北大に移って、後の1919 19年に、河内国府遺跡の発掘に参加したのを契機として、同年岩手県大発渡しし、細浦貝塚、 1925年には、同志大道海塚等を発掘し、石器時代人骨の研究に没頭していった。戦前の昭和時代の日本人主論は、長谷部と清野賢治の学説を二大潮流としている。共に、石器時代人日本人説であることは同じであり、明治大正時代以来有力であったアイヌ人説を否定した。その、長谷部の学説を、 池田次郎は次のように記している。長谷部の研究は、清野とは対照的に主として東日本の人骨を材料とし、計測値の統計結果にとらわれずに、功績を人類の骨格特徴に見られる時代的変化の説明原理を日本人主論に導入したことに特色がある。戦後になって事故の主張を体系的に組み立てた。 日本民族の成立では、前期功績予以降の日本列島住民の天変を、体と文化の両面から考察し、縄文人と古墳時代人との体質的際は、狩猟採集経済を基盤とする、石器時代の生活から、水田農耕に依存する、金属器時代の生活への転換が、咀嚼筋、貸筋の弱体化を招く結果を生じたと解釈し、弥生式時代及びその後においても、 日本人の体質を一変させるほどの根欠は起こらず、日本人は、石器時代から現代に至るまで、遺伝的に連続した集団であると断言している。日本人の年代的変化を綿密に分析し、この、長谷部の日本人説を発展させ、変化説を強化したのが、皇帝の鈴木直であった。1925年、山内清を助手に迎えて、大ら。 海塚を発掘調査し、さらに、青森県八戸市一王子海塚を調査して、山内が調査した青森県北津軽郡市浦村、お瀬戸海塚出土の土器の様相を総合し、人類学雑誌42から1の論文で、道の区、う後、北海道の石器時代遺跡から出土する、遠藤土器によって代表される文化の担い手を、担当に近い頭形を持ち、関東人に比べて、 やや高身長である現代王宇人の祖先とみなし、石器時代人を同地域に居住する現代人の直接の先祖であるという考えを固めるに至り、日本人及びアイヌが石器時代人とそれぞれ異なる民族との根血により生じたとする当時の清を説に疑問を投じている。博士論文書誌データベース。ありがとうございます。